この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。久しぶり、久しぶり、ジュリアです。元気ですか？元気、元気そうですね。なんか前こぼしたこぼしちゃってインスタ見たら順調じゃないですか？インスタ見たら、そうですね、まあ、はい、ちょっとキャラクターがエロくなってません？何？キャラクターエロくなってません？キャラクターエロく？エロくなっちゃったよね。なんかありました？自然となんかやっぱりこう求められる仕事を話してたら撮影メインですよね。そうですね。おお、じゃあ彼氏は何人ですか？そうだね。おお、やばいじゃん。今来てます？今来いつものこと。おお、すごい。冗談です。あんだかな。最近も中国まで飲んでますか？あんまり行ってないですね。本当に？たまに行きますけど。お、最近もう茶飯の飲まない？まだ飲みます、飲みます。あ1年間何がありました？うん、何あったんだろう。すごい落ち着いてるな。ま、前の動画では お尻振ってましたよ、普通に。覚えてない？飲んでたのかもしれない。いや、飲んできたの？やばい。服可愛いじゃないですか。可愛いですか？今日はそんなにセクシーじゃないかもしれない。ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい、怖いですよ。今年ももうちょっとで終わるんですけど、寂しい。どうでしたか今年、振り返ったら。今年は、はい、まあ、結構あれですね、引っ越ししたね。もう大変ですよね。そうそうそう、ジュリアさんが、わぁ、お邪魔します。右がリビングです。わぁ、広い、綺麗、めっちゃ綺麗。あ、すごい。あ、適当にそこね、そうですね。似合ってます、似合ってますね。似合ってます。おお。ワイハウス。ワイハウス。あのライトがいいじゃない。あ、これそうですね。すごい頑張ってつきました。うん、今日ちょうど今ちょうどの夕日だから綺麗ですね。見たいいですか？もういいですよ、何でも。おしゃれ。でも窓がいいですね。そうですね。もうちょっと高かったら最高だったけど、まあちょうどいいかな。十分ですよ。おお。いいな。おお、おお、すごい、あの暴れないジュリアさん初めて見たから。そうでしょ、うん、面白い。あにょーん。